静かなる防衛、ご視聴ありがとうございます。今回はトランプ大統領ワスプ級強襲揚陸艦での演説、退役した揚陸艦を米議会が日本へ移譲するとの提案が、で今現在共和党のマイク議員による俵級強襲揚陸艦の日本への譲渡が提案されました。俵級の揚陸艦は全長249メートル、ほとんど250メートルです。幅は 31.8 メートル、形は加賀に似た形の揚陸艦です。ヘリポートも6箇所、出雲や加賀にほとんど形としては似ているでしょう。しかし浸水したのが1978年、もう結構古い揚陸艦になっています。強襲揚陸艦自体は譲渡するが、移動や回収費用は日本負担です。するとどれぐらいの回収費用がかかるか、やはり分かりませんね。現在2019年40年近くも前の揚陸艦となると、モニターはブラウン管、配線も結構傷んでると思われます。私が思うに、新しい護衛艦を作る半分ぐらいは回収費用にかかるのではないでしょうか。早々に必要ならば譲渡もありかと思われますが、出雲や加賀が日本にはあるので、早急に必要になることはありません。むしろ台湾に譲渡した方がいいかなと私は考えます。今後日米対での
共鳴がより一層深くなってくると思います。タイは台湾ですね。出雲より2メートル長いだけで形は同じです。それならばやはり日本独自で建造していく方が遥かに50年先まで使えるのではないでしょうか。ガスタービンハイブリッドにすれば機動力も増してきます。静音性も保たれ、潜水艦に見つかりにくい、そんな護衛艦になるでしょう。強襲揚陸艦が日本に2機2隻建造されるのであれば、新たに建造した方が私はいいのかなと考えています。それに F3 計画を5年以内で日本主導で開発、一つは A タイプ、一つは B タイプと、今の F35のようなタイプ別で分けると開発する、タイプ別で開発する、で A は空自用、 B は F35B みたいなストブル機にすれば、より高度な防衛ができるでしょう。災害時には出雲香川災害支援の拠点にもなりますし、また今後改修が行われれば緊急基地、海上基地ともなります。 F3 計画がどこまで考えられているのかまだ分かりませんが、双発エンジンのストブル機が出来上がると日本の防衛力は最強となり得るでしょう。次期
護衛艦の建造計画が出ているかは今のところ分かりませんが、 F3 計画に期待をしつつ、田原級強襲揚陸艦は出雲と加賀と大きさ的には変わらないという結論です。運用経費の方がよりかかるのではないかと考えています。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。